伝説の彼方からよみがえったフリーダムとアークエンジェル。ミネルバとオーブの戦いを終わらせるべく、その戦闘に介入した彼らだったが、その行いは双方に混乱を呼び、多くの犠牲を生んでいった。たとえそれが相応の覚悟によって行われた行動だとしても、第三者にはその意思までも伝わるはずがなく、かつての旧友の行動にうなずけないアスランは独自に彼らとの再会を果たす。あれは君の期待？ああ、俺は今ミネルヴァに乗ってるからな。だがなぜあんなことをした？あんなバカなことを。バカなこと？あれはあの時ザフトが戦おうとしていたのはオーブ軍だったんだぞ。私たちはそれを、あそこで君が出て素直にオーブが撤退するとでも思ったか？君がしなきゃいけなかったのはそんなことじゃないだろ。戦場に出てあんなことを言う前にオーブを同盟になんか参加させるべきじゃなかったんだ。それは、でもそれで君が今またザフト軍だって言うなら、これからどうするの？僕たちを探してたのはなぜ？やめさせたいと思ったからだ。もうあんなことは、ユニウスセブンのことは分かってはいるが、その後の混乱はどう見たって連合が悪い。それでもプラントはこんなバカなことは一日でも早く終わらせようと頑張っているんだぞ。なのにお前たちはただ状況を混乱させているだけじゃないか。本当にそう。え？プラントは本当にそう思ってるの？あのデュランダル議長って人は。戦争を早く終わらせて平和な世界にしたいって。お前だって議長のしていることは見てるだろ。言葉だって聞いたろ。議長は本当に。じゃああのラクス・クラインは？今プラントにいるあのラクスは何なの？そして本物の彼女はなんでコーディネーターに殺されそうになるの？殺されそうにって、なんだそれは。オーブで僕らはコーディネーターの特殊部隊とモビルスーツに襲撃された。狙いはラクスだった。だから僕はまたフリーダムに乗ったんだ。彼女もみんなももう誰も死なせたくなかったから。彼女は誰に、なんで狙われなきゃならないの？それがはっきりしないうちは僕にはプラントも信じられない。確かにプラントにもいろいろな思いの人間がいる。ユニウスセブンの犯人たちのように。だが議長やあいつらのようにそれを必死に止めようとした者たちもいる。お前はそんな思いまで信じられないというのか？双方の意見は平行線をたどり、同じ未来を描くはずの二人はまた別々の道を選択し、それぞれの場所へ帰還していく。その頃ミネルヴァは単独襲撃をかけてきた地球軍のガイアを迎撃。そのパイロットステラルーシェを捕らえた。だがエクステンデッドである彼女には一般の治療は施せず、
徐々に弱っていく彼女の体をプラントは生きたサンプルとして本国に移送し、最後まで実験体として扱う方針を決める。その意向に反発したシンはステラを救う唯一の手段としてレイの協力のもと地球軍との接触を図った。来たぞ、ネオ・ロアノークだ。約束通り一人だぞ。死なせたくないから返すんだ。だから絶対に約束してくれ。決して戦争とかモビルスーツとかそんな死ぬようなこととは絶対遠い優しくて温かい世界へ彼女を返すって。約束するよ。ありがとうと言っておこうかな。別にそんなのはどうでもいい。でもさっき言ったことは分かってるよ。シン、忘れないで。ステラ、俺、忘れないで。互いを敵とも知らず、一度は心を通わせた二人の絆を戦争という現実は無情にも切り裂いていく。そしてわずかに残ったひとときの思い出さえも、彼女に負わされた破壊の決心が全て焼き尽くそうとしていた。明けない夜、
だってんだ。なんだと。こいつ。私たちは今度こそ正しい道を選ばなきゃならないんだ。この機体に託された思い、無駄にはしない。もうやめろ。そんな、バカだ、やられただと。戦いで勝ち取った世界はまた新しい戦いを生むかもしれない。それでも僕は行きません。引き続き戦闘行動を続行します。We'll be right back.
心から笑って手を取り合える未来、僕たちはその日のためにここにいる。
Yeah!
Thank you.
くらえ！よせ！ターゲット確認、マルチロック。もうやめろ！くそ！このままやられるしかないのか。世界は嫌なんだ。このままじゃダメだってことがなぜわからない。そこだ。死ぬの？
どうして君は何も知らないで、あんたたちは立ちはだかるのなら、僕は まだ戦わないと、何一つ誰も守れやしない。本当に目指すべき明日を迎えるために、希望を消さないためには、今は聞いてくれ。
ステラ、どうしてこんな。愛に来た。